ヘイリア・クリムズのテーブル増えてきていいと思います。今日はですねディアブロのマルチプレイがちょっとまずいことになっているぞというところでみんなとね話をしていきたいと思います。なんかね俺あんまりマルチプレイやんないからコメント欄で教えてもらったんだけど、どうやら奈落のマルチプレイがまずいらしいぞという話も含め、今ですね現状のまあここのですねあのディアブロで起きているまあ問題っていうところをみんなと共有していきたいなというふうに思いますね。マルチプレイがちょっとねバランスがシーズン4になってもまだちょっとうーんというところで、そんな感じで本日の目次いってみましょう。1つ目マルチプレイの問題、2つ目奈落がまずい、そして最後にまとめという形でやっていきましょう。でまず1つ目に、まあ、そのマルチプレイの問題点という形で、まあ、これかなりねシーズン1から言われてるんだけど、まあ、2つ大きくあって、まず1つ目に圧倒的にソロプレイヤーがあのマルチプレイヤーと比べると不利っていうのがもう圧倒的すぎるっていうのがあるのが、まあなかなかしんどいよねっていうところではある。これによってまあマルチ前提の結構周回とかになったりする部分もあるし、でそういう状況なんで最終的に俺は結構そのなんかシーズンに1回はみんなでなんかそのねあれですねデュリエル集会とかしようぜみたいな感じでみんなにねいろいろおごってもらったりとかしつつ、まあ俺も出しつつみたいな感じでデュリエル集会をまあしてるんですね。まあそういったのもありますっていう感じなので、まあなかなかですねそこら辺を考えると、まあ、結構あからさまにずっとまあシーズン0から言われてることなんですけど、マルチプレイが前提となった形でマックスの効率は出るという風な形です。で、まあ、これは正直賛否両論なんだよね。マルチプレイ全然好きだよってやって普通に楽しくみんなとマルチプレイする人もいれば、まあそのディアブロってさソロプレイがずっと主軸にあったから、まあそのソロプレイが好きで、まあ俺もそういった感じでさディアブロ3の時とかは、まあ、全然スーパーガチってるわけでもなかったんだけど、その時もずっと一人でさ黙々とやってインターネットでビルド調べて、で一人で黙々と死体爆破をやってたんですよ。まあ今もやってるんですけどっていう感じなんですね。なのでそこら辺とかを考えると、まあ、結構ですね、まあ、なんて言うんだろうな、明らかにその格差が出てしまっている部分で、まあ、結構不満が出ているっていうようなもあるので、まあ、まあそうなるよねっていう形ではある。まあ確かにその意見は絶対出るよねと。でじゃあこういう意見が出るのであれば、オートマッチングとかなんていうかな、そのモンハンでいう部屋があってそこに行くと自動的にマッチングして、まあいろいろ行けるとかっていう、そのマルチプレイのそのなんていうんかな、初対面の時のまあそのなんていうの、そのマッチングのさせ方とかいい感じになんていうかな、パーティーを組めるような自動的にシステムでこうなんていうかなアシストしてくれるようなマッチングのシステムとかがないわけなんですよね。今はもう本当に婚活サイトとかマッチングアプリが全盛期なのに、今さアベマで無料でさサッカーのユーロ選手権が見れるんですよ。ユーロがもう CM がほとんどマッチングアプリよ。なのでそんな時代なのよなんだけどですね、残念ながら現状としては、まあ、なかなかですねそこら辺でマッチングがうまくいっていないっていうところで、まあ思っちゃうよねっていうか、まあ、実際に、まあ、その手動でやんないといけないっていうところが、まあ、めんどくさかったりするよねっていうふうには思ってる俺もっていう感じなんで、なかなかですね現状としてはそのなんていうかな、パーティーに賛否両論あるんだけど、じゃあそこにアシストしたりはしないのっていうところで、まあ、ちょっとね、そこら辺の、まあ、システムの部分が、まあ、なんていうかな、抜けてるというか、まあ、まだ足りないのかなって思ったりもするっていう状況なんだよね。なので、まあ、パーティーについてはね、まあ、あんまりね触れてこなかったんだけど、まあ、俺自身がね別にソロで普通にずっとやってるから、まあ、ただ意見としてはやっぱり多いよねっていうのは正直に感じてたから、まあ、現在の奈落でなぜかパーティーがまずくなっているっていう状況を、まあ、取り上げようかなって思った時に一緒にね話せればなっていう感じでちょっと取り上げてみました。なので、まあ、現状だとさ、そのソーシャルとかマルチプレイの要素がかなり乏しいと思うのね。であとトレードとかもさ、今さ実際トレードどうやってるかっていうと、みんながさトレードのサイトに行って、でそのサイトで書き込んで約束を取り付けて、で合流してフレンド登録かなんかしてトレードするとか、なんかそういう感じじゃん。なので
まあさ、こんなもん2000年代の MMO ですわ。MMO 全盛期が日本には実はあったんですよ。若い人は知らないと思うんですけど、その時僕はMMO めちゃくちゃどっぷりやってて、めっちゃね、なんかヘビーユーザーだったんですよ。なんかその時ニートで3時に寝て9時に起きるっていう規則正しい生活をしてたんですね。いやすごい、 MMO って規則正しい生活するためには必須かもしれんっていう感じだったんだけど、その頃のトレードと一緒なので、まあだいぶですね、オイラがもう10代の頃のあれですよ、もう若き日になんか遊んでた感じの時と変わらんのですよ。なのでそういった、まあ、古臭いシステムとかもあるし、でマッチングも全然ね、ちゃんとマッチングもしないし、パーティー、まあ、そういうシステム自体がないしっていうところなので、やっぱねそこら辺は結構問題になってるんじゃないのかなっていうふうにはずっと思ってるので、まあ、結局さっき言った通り、まあ、ソロが結構ね、匂いが強いというか、そのソロが多いようなゲームの中でパーティー優先というかパーティー優遇にするのであれば、パーティーを組みやすいよねみたいな形の、まあ、何かしらの、ね、システムが必要だと思うので、そういった状況で、まあ、結構パーティーって優遇されているけど、まあ、そのなんていうかな、その確かに一部の人はいいかもしれないけど、まあ、あんまりめんどくさいよねとか、デュエルの時だけやりたいよねとか、まあ、その気が向いた時だけナイトメアダンジョン周回したいよねとかっていう人たちには結構ね微妙だよねっていう形で、まあ、なんか自動マッチングのロビーとかあればいいんじゃないかなって俺はね結構思ったりもしてるので、まあ、そこら辺とかもね結構いいんじゃないかなと思う。でさ、トレードに関してなんかさ、メルカリじゃないけど、そのなんかさ、そのわかんないけど、トレード掲示板みたいなので出品しといて勝手になんか誰かが買うみたいな、その設定した金額でそれでいいじゃんみたいな、タルコフみたいな感じでよくないって思うんだけどなんかそれすらできないのはやばくないと思ったりするので、なんか別になんかその個人のトレードとかってバグとか RMT とかそういったのをね、変にですね、なんていうかな、助長するとまでは言わないけど、抜け穴として結構ですね、使われたりするので、まあそれを考えると、まあ、そういう風なシステムとかを作った方がいいんじゃねって俺は普通に思ったりするので、まあ、なかなかですね現状としても結構俺は厳しいんじゃないかなっていうふうには思いますねっていう感じなので、結構俺的には今のそのマルチプレイの問題って結構ね、そのなんか微妙な感じかなっていうふうに思いますね。マルチプレイ優遇するんだったらソロからマルチの動線もしっかりした方がいいしみたいな、でソーシャルのトレードとかもなんかなぜ人力なのか理解できないっていう、この2024年の令和にっていう感じですね。というところでですね、それを踏まえてですね、実はそんな中奈落が実はまずいっていうパーティープレイで奈落がまずいっていう問題点をやっていきたいと思います。なんとこれさっきも言ったんだけど、コメント欄で教えてもらったんだけど、俺奈落パーティーでやったことなくて、基本ほぼね生放送見てもらえば分かるんだけど、ソロで自分でいろいろ集めたくて自分でいろいろ組み上げたいっていう、まあそういう感じのプレイスタイルなんですよ。なのでそのパーティーでブーストしてっていうよりかは、まあ俺一人で気軽にやりたいっていうのはもちろんあるんだけど、まあやっぱり自分でいろいろ拾って自分でいろいろやりたいみたいな、でまあそんな中でディリエルとかは結構お願いしたりとかもしたりするんだけど、まあ基本的にはソロが多いよねみたいな感じにはなってる俺の、プレイスタイルとしてはっていうところなんですね。なのでまあその中でまさかの勝手にみんなどうせパーティーで奈落でうまうま名鉄しとるんやろうなと思ったら、実はそうではなくて、まあ、普通にパーティーでそこら辺の名鉄とかが微妙に入りが悪いらしいです。で具体的にどんな感じかっていうと、最初さ入場料払ってさ奈落開けるじゃん。で最初に入場料払って開けた人がホストとなって、その人が、まあ、なんかその8割ぐらいのなんていうの、持っていく取り分をみたいな形で、結局その最初に奈落を開ける人がローテーションしないと平等にならないっていう形なんだよね。コストをかけて最初に奈落を開けた人以外がなんかね報酬がしょぼいらしいっていう感じなので、それがねかなり問題になってる。で別にナイトメアダンジョンとかそういうわけでもなかったのに急にそういうことになってるから、なんか意味わかんないよねっていう形にはなってるんだよね。なのでそこら辺が結構ね微妙になってる。
なんか今までパーティー優遇で、なんて言うんだろうな、ソーシャルでいい感じでみんなでパーティーでやると、まあ、効率もいいですよだったものが、逆にパーティーでやるとそれ効率悪くねみたいな感じになってるので、まあ、基本的にパーティー組むとあれだから敵が固くなったりするから、そこを考えると、まあなんかね、微妙じゃねっていう、そんなね、話にはなってますね。っていうところで、まあなんか謎のね、そういった状況に陥ってて、なんか微妙な形にはなってるっていうね、そんなね、謎の状況になってます。っていうのがかなり意味わかんないなって俺は思ってる。かなりちぐはぐだなっていう形では、俺は感じてる。普通さ、ね、なんかその一貫性があるはずなのに、全然一貫性がないから、そんな状況だとさ、まあ、パーティーでやりづらいよねみたいな感じになるから、いつもでなんか一面でやってたパーティーが全然なんか微妙みたいな感じになるから、それはそれでちょっとなんかねっていう風な匂いにはなるから、まあ、結構俺的には意味わかんないなという風には正直思ってる。ここにはなんか、なんでそんなことしたんみたいな、そのなんか一貫性がないとさ、なかなか難しいじゃん。そのなんていうの、そのランダム性っていうのはゲームシステムが楽しいと思えるようなランダム性はいいと思うんだけど、 そのなんかそこは別の感じにするとあんまり良くないんじゃないですかねっていう、そんな、ね、感じがしてるので、ちょっとね俺的にはなんか謎っていう感じだった。そこでなんでそういう方向に行ったんみたいな、そういった俺のね所感ですね。んどういうことみたいななのでなんか急に奈落がまずいと、パーティーでは結局ローテーションしないといけないけどマジだるいっていう形だったら、普通に一人でサクサク行った方がよくねっていうね、そんな話にもなってるので、もうねちょっと高低差ありすぎて耳キーンなってまうわっていう形にみんななってるみたいなので、かなり分かりづらいというか、んっていうね、そんな状況になってる。だから急になんかね、今までパーティー優遇でパーティー強いよねみたいな一貫性から急になんか奈落はそのパーティーリーダーというか、最初に開けた人以外はちょっとまずいよねみたいな感じのノリになってるっていうところなんでそうっすかみたいな、 なるほどっていう、そういうねなんか感じっす、はいなぜそういう形になったのかまあよくわからんのだけどね、そういった仕様になってるっていう、そんな形ですね。まあ、ぜひねここら辺に関してはね、パーティーをよく奈落でやってる人いたら教えてほしいなって感じではあるんですが、まあ、そういった仕様になってて、海外でも意味わかんないよねって形で、これは絶対シーズン5で変えるべきだっていう話がまあ結構出てるっていう感じかな。有名なインフルエンサーとかも言ってるかな、ここら辺に関しては。なので、まあ、なかなかですね、ここに関してはまあちょっと厳しいよなというふうには、確かにというふうに思わざるを得ないかなっていう感じかな、というところなんで、これを踏まえて最後にまとめやっていきたいと思います。でまとめとしては、まあ、結構ねマルチプレイっていうのが非常に優遇されていて、一貫して、まあ、マルチプレイだと非常に有利ですよというのがあるんだけど、まあ、なんだけどそれに反して急に奈落はそうではないとで、まあずっとね有利だよねっていうマルチプレイはっていうのはあるのはいいんだけど、ただそこに伴ってじゃあソロの人でもマルチ行きやすくなるよねみたいな、あとはトレードしやすくなるよねとかも特にはないと。でトレードの問題ってのは結局言語の壁で、まあ、その英語話せる人ならいいんだけど、ちょっとなかなか面倒くさかったりするし、まあ、ちょっとねってなったりするじゃん。で、まあ、結局その金があんまない時とかにトレードで売りたいなっていうのはあるんだけど、まあ、あんまり俺はねトレードで買いたいなはないんだけど、その結構金がよく貧乏になるから結構ね本当にお金がないっていうのがなっちゃうから、そんなタイミングで俺的にはね、まあ、できればあれかなっていう感じかな、売ってお金を儲ければ嬉しいかなって感じで、まあ、その置きっぱにしといてなんかメルカリみたいに、でそこで勝手に買ってくれる、でなんかその銀行みたいなとこで引き出すみたいな、その売れたお金を、それでよくねって思うんですけど、まあ、なんかちょっと、そういうのもないっていう、なんか超古典的なトレードしかないっていうのがなかなかね俺的にはちょっと謎だなって思ってしまうかな。で、まあ、結構ですねソーシャルが一貫してなかったりソーシャルが不便だったりっていう問題が、まあ、どうしても出てしまっているから、まあ、これはぶっちゃけシーズン1からずっとそうなんだけど、シーズン0からかずっとそうなので、まあそろそろ
なんか直した方がいいんじゃねっていう話もあるんだけど、まあ、そういった中で結構ね、まあ、微妙な形にはなってるので、まあ、ぜひねここら辺は遊びやすくするために結構ねこういうのはやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で結局そのソーシャルがうまく自動で回り始めるとどうなるかっていうと、プレイヤーが MMO みたいになって、そのなんていうかな、シーズン後半もあんまりなんていうかな落ちないと思うんだよね、人口数がっていうのがあるから、そこら辺で俺はやった方が最終的にはお得だと思う。まあその開発のコストはかかるけどね、時間とコストはかかるけど、そっちの方がお得だと俺は思うので、まあ、そこでね結構まあなんて言うんだろうな、ソーシャルっていうのはそういったものが揃って初めて相乗効果を及ぼすから、まあ、なんか勝手にやってねっていうのは、まあ、なかなか今の時代結構難しいかなって、まあ、やる人はやるけど、まあ、めんどくさかったり、まあ、俺みたいにめんどくさがりだとやんなかったりするし、まあ、普通に英語とか無理だよってアレルギーの人はもう本当無理だと思うし、そこは人それぞれだから、まあ、自動でなんか結構ねなんか仲良くなれるやつあればいいんじゃないかなって思ったりする。レギオンとかさ、ワールドボスがそういうのあるじゃん、なんかさ一体感あるじゃん、みんなでやるってあれ結構良かったりするからさ、まあ、それをさもうちょっとさダンジョンごとでもできるみたいな感じでやるといいんじゃないかなっていうふうには思ったりするよねっていうのもあるから、俺的にはね結構そういった、まあ、新たな形としてソーシャルとかで、あとはなんか変になんか普通になんかやればいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。奈落とかも普通にパーティー優遇でいいんじゃねっていうふうには思う。なんか別にそんななんか全然ねそんな無茶してなんか変にさなんかその開けた人だけ宝箱いいよねみたいなのは別になんかちょっとそれ違うかなって思いますね。別に俺はそんなパーティーやってないからあれなんだけど、まあ、別にパーティーに恩恵を受けてるかっていうとあれじゃないんだけど、別にそんな受けてはないんだけど、でもそれはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思いますね。普通になんか一貫性がないのは良くないよね、ゲームのポジションとしてっていうところなんで、まあ、そこら辺でね結構俺は、まあ、その MMO 全盛期に、まあ、3時に寝て9時に起きるっていうその規則正しい生活を手に入れていたので、まあ、やっぱりね、まあ、かなりこういったなんていうかな不規則な現代社会では必要だと思うのでぜひそういったものもね入れてもらえると面白いんじゃないかなというふうには思ったりしますね。なのでまあそんな感じでね結構ねそのソーシャルって結構俺は価値があるものだと思うし、結構ポテンシャルがあるものだと思ってるので、そことかも結構ねがっつりやってみると面白いんじゃないかなっていうふうには思いますねっていうところなんでね、結構僕としては、まあ、そこら辺でねまあ、ソーシャルであったり、まあ、いろんなものが結構楽しくいける部分が高いと思うので、まあ、いい感じに調整であったり入り口を作ってあげることが大事なんじゃないかなっていうところでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。ぜひねここら辺は俺がそんなマルチやらんので、まあ、マルチよくやる人とか、まあ、マルチはこうしてほしいよねっていうのがあればぜひねみんなもね意見いただければ嬉しいなって感じで、今日はねこの辺にしておきたいと思います。という感じで携帯ゲームでですねディアブロの動画サーバースラムの頃から作っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。